ゆうちゃまのひとりごと。朝ドラおかえりモネロスの方へ。どうもゆうちゃまです。おかえりモネが終わってから約1ヶ月が経ったのでしょうか。やっぱり作品が終わるとね、どうしてもああもうあの作品を見ることができないんだって、見る習慣なくなっちゃったって寂しい気持ちになってしまいますが、まだねおかえりモネの熱量というかブームは終わってないですよ。まずね、おかえりモネの円盤を買える人は買おう。坂口健太郎と清原果耶さんのお二人のオーディオコメンタリーが入ってるというのをネットで見たんですよ。あの最終巻かな、うん、最終週のオーディオコメンタリーが入ってるみたいで、すごくない？なんか視聴者とみんなで作り上げてきた俺たちの菅波がここまで大きくなってるんですよ。とてつもないことですよね。うん、だからこうネットとかでさ感想を言ったり声に出したり発信したりすることって大事なんだなって改めて気づかされましたね。そして年末には前編後編とおかえりモネの総集編が放送されるみたいで、全85分としっかりした時間、再びおかえりモネを楽しんでもらえるような番組があるみたいですよ。僕も見てみたいと思ってます。こうやっておかえりモネロスの人たちのために何かをしてくれる制作陣の皆様に感謝ですね。今やってる朝ドラカムカムエブリバディも面白いので、モネファンはぜひね見てほしいです。そんなゆうちゃまでした。バイバイ。おかえりモネのね主演の清原果耶ちゃんとか坂口健太郎さん、いろんな役者陣の方々の今後の活躍にもご期待で応援していきたいと思ってます。皆さん頑張って。最後まで聞いてくれてサンキュー。他の動画よろしく。